急なお誘いを受けました。マジック・ザ・ギャザリングのドラフトやるから来いと。まあ、誘いが急なのはいつものことですから、とりあえず言ってみましょう。というわけで、3番持ってけーい。はい。というわけで、何これ、ラブニカへの回帰、リターントゥーラブニカを使ってのドラフトでございます。はい、なんでそれなの？なんで全部一緒なの？これ誰これところで？二部ミゼットさん？うん、じゃあこっち、はい。これ誰？知らない人。この間ウーパールーパー食べるよっていう動画見ちゃってさ、これ美味しいらしいよね。ウーパールーパーさばくところから撮影してるんだぜ。一人毛が少ない。あ、本当だ。9冊だ、はい、この間セミ食べる動画見た俺。セミか、あの唐揚げ生で生チチ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 やつをむしゃむしゃ食ってた。生はすごいな。生インパクトありすぎでしょ。ね、これ今から名前出しちゃまずいんだよね。いいんじゃないの別に、あの全世界にアップロードされますけど、それでよろしければ。いやだって普通通りにやっていいんじゃないですか。そっか、うん、一部にきちんと付箋を入れていただけます。ピーって別にお前ら名前が白当たったところでどうってことねえだろ。住所とか言わない限りはない。そうだね、場所が特定されない限りはない。そうだね、じゃあ開けていいのかな、一泊目。はい、じゃあ開けましょう。まあ固定何が出てくるかな、まあ、とりあえず僕の動画の方はタイトルだけこう。どうしよう、あ、飛べた、ごめん、滑りすぎ。ごめん、飛べた、かなり滑りすぎ。俺もちょっとびっくりした。あ、そっか、これレアか、やった。4色、嘘、5色。早いね。うん、2色ほぼ確定したよ。うん、今回楽でいいな、考えなくて済むんだもん。マジで欲しいもの取っていけば自然になるよね。一泊目からある程度ちゃんと使うような5色のカードも引いたし、5色じゃないけど、とりあえずこれじゃねえ。シールドだったらなっていう。しても使うからこれ言えよ。私のファーストピックはこちらになります。名前言ってもいいよ。ラクドスでしょ、ラクドス。ラクドスだろ、他はどうでもない。これ後で編集するのかと思うと僕吐きそうになるんですけど。じゃあそこでもう止めろ。ちゃんと絵的に分かりやすく、カードのあるところとないところを見極めて、ないところはもう切っちゃえばいいやね。そうそうそう、どうしようかなこれ。非常に悩むライン。ちょっと困っちゃうな。そんな困ります？ちょっとランドにしようか、普通にカード取ろうか悩んだ。そうですね、ランドの選択肢もなかなか確かにいいパックだよね。そっか、折れます。生もの、生もの、生ものって何ですか？はい、こんなレアいらないっす予定。吐くなよ。もうなんかゲロ言ってる人がいる。いいよ。いいね。いいよ。実にいいよ。実にいい感じだよ。なんだろうこれ。おかしな話だ。クリーチャーが欲しい。負けんだけのデッキ。さあ次行こうか。クリーチャーのバナナが。はい。じゃあクリーチャー。ほうほうほう、なるほど。なるほどというか、なんつうか。なんとも言えない。もうお隣に回すと確実にこれ取るよねっていうのが入ってね。緑。そう、木曜って声は出しちゃいけないんじゃない。木曜って言っちゃダメ。何言ってんの、今日はもう11日だよ。まあ12時回ったしね。そうそうそう、いいのいいの。ちょっと待ってね。というわけでこれをいきましょう。
全然まだ。ああそういうカードか。今日は、まあ、見えてこないななんか。まあそれは何回も言われたことあるからどうでもいいや。うーん。さてどうしたのかな。テレビやった時に打点的何もしないやん結構雑魚だから。で一旦2回目結構確定さ嫌な流れが、いいのよ。うーん、2パック目3パック目のレアが怖い。色全然合ってないの来そうで。クリーチャーがそこだよね。引いてやってねえ色だけどこんな回せっかよっていうやつがねドンと出た時ね。ちょっとこんにちはラクドスです。本当に。特にあなたの場合は言ってはいけません。なんだろう。トロフィー消えてしまうのは。なんだろうこの自分のこうあれが。そうだね。テレビに出てないからね。余計だよね。ねちょっと聞いていい。なんでしょう。門って何？門は土地、門は土地だね。土地、ああ、土地分かった。そうだね、はい。確かに書いてあるわ、門って。あ、新しい土地タイプが出たんだ。うん、へえ。今回はその門っていうのがあればどうこうっていうのがあるから。へえ。クリーチャータイプだと思って。あ、じゃあ。土地タイプ。じゃあその土地門というやつを意図的に取る展開も考えられるわけですね。うん、へえ。それがあればっていうのがあるから、うん、さて、どうしようかなこれ。はい、じゃあこれをピックします。まあここまで来たらいいのかな。じゃあこれでバウンスするって書いてなかった。はい、ランドバウンスするって書いてなかった。もっとちゃんと取っとけばよかった。ここはとりあえずこれかな。じゃあこれでいきましょう。なんだろうこの人気のパサこれ。これ土地2枚これ同じ色なんだよこれ。知ってる。多分ねそれ俺引いたパックだ。人気なさすぎだろこれちょっと。人気ないよね。まあ、確かにこのあの人気ないよね。プレリでも超弱かったですこれ引いて。だよねだよね。パワーなさすぎてちょっと。これできます。うん、だよね。わかるわかる。五色だから必要だわさラット。はーい。ドラフト。どうしよっかなこれ。どう？え？人気ないから。ああまあガメられるっていうのはワンチャン。ガメたところ。まあ一応。あそれ言っちゃダメです。五色だからランド使うかな。シャトレアだし入れとけ俺。この辺かな。言ってはいけない。そこは言ってはいけない。その色だけは。でしょ。ドラフト。二枚。だって最後の最後までさ、この色、この色、この色残るんだよ。はい。はい。はい、ラストこれか。さて、クリーチャーだったらいいだろ、今。じゃあ、2パック目でございますと。うお、すっげえ、なんだこれ。どうしよう。やべ、これ。いいな、
多分これそのまま右に渡すとね絶対に取られるの分かってるんだよな。取る取る超取る絶対にねこれ取るって分かってるんだよ。やーべ、これトルボンでーなこれー巻いたのこれ、トルボンねー。どうしよう、これで行き先が見えてきた。あーまずいよなこの引きの弱さは。いや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 、でもね三番組で神茶から流れてきます、ね、これでもお隣はね多分ね間違いなくこれ引くよねっていうのがあるかな。間違いなくここはこれでしょ、これしかないでしょ、ね、えというわけでこれです。2枚抜いてほらなんかどれだろうあれ違ったんだ色的にそれかなと思ったんだけど色が違ってたのかな。これどうしようとさてマジでどうするんだこれ。ああマジでどうするんだこれ。さていやこっちだろ。まあいい子なんだけどね、いい子だからこれ取ろう。本当に5色か、頑張れ俺。正直ちょっと微妙だ。よいしょ、死ねばいいんだよこんなカード。死ねばたったり本当だよ赤木かい使うか分かんないけどとりあえずこれかな。チーム信者レベルが違うさすがすぎるよ。ここはこっちだような気がする。そうなんてダメじゃねー、悩んでいないので、ね、まあ、あーでもこっちか、ここはこれかな。まあまあそうですね、まあ、とりあえずこれでよいしょ。悩むけど、まあ、こっちかな。バンドフェイジングランページ何それひどい。僕れれクリーチャー取らないと死ぬんだもん。まあ、ね、自分がやりたいことを、ね、これどんだけだよ今回。えい、やばい、本当に5色じゃなくてもいいかなとか思ってきた。あれ珍しい。そんな、いや取るクリーチャーがさ来るクリーチャーで取るとかさ全部同じ2色だからさそんな弱気発言いやちゃんとほらここにで5色で使うようなカードあるんだよ。ピンポン、あれこんなのが元来た。ピンポン来たよ、ピンポン。よしこれが来たんだったら本当に5色でもいいかなとか思う。さっきにピンポンがあったんださっきまで見たことないだろう。まあ、まあ確かにだから多分色は被ってないはずなんだ間違いなく。トミセが一応これをピックしましょうすげえ気が変わってる可能性もあるよマジで
絶対ないと思う。どうしようかな。うん、一周した。あの一周してまたこのクソパックを見る羽目になってる。六、うん、枚か5枚ぐらいあるっすよ。どうしようかな。ほんとこれ見落すんだよっていう。クリチェイだ。この状態だったらこれでいいんじゃないの。素早いピック。って思うんだよね。ワンちゃんもう流しも。これで。ない。僕多色のカードいっぱい。こっちにしておこう。さあ。そうだな。ああ、チャーム全然見ねえ。見ないよね。俺も見てない。まあ、これでいきます。回せるもんでもねえけど。ほんわかパッパー、ほんわかパッパー、あと2枚クリーチャー取んなきゃ。林さんにこれあげてください。なんかこのラスト3枚でクリーチャー回ってくるといいな。とりあえず生き物を。本当にそんなにいないの。少々大味になりがちだが、生き物を確保しておかないとまずいよね。はい、OK、ドラフト。いやー、猫か、猫とかやめてくれる。いやちゃんとクリーチャーはいるよ。いるけどこちらです。ちまなの。はーい。ラスト1枚。ここに来た。やったクリーチャーだ。今何枚んだろうクリーチャー。この色だ俺。さあセカンドピックはこんな感じです。おかしい嘘。おかしくないんじゃねえよね。もうクリーチャーいかねえんじゃねえ俺。手何色俺。まあだいぶ方向性が俺は見えてきたかなって感じかな。この段階で見えても結構やばいから。いや違う、このセカンドパックのファーストピックでもう方向性がすでに固まったんだよ、ね、確実に。これはカッチーンと。このこれはもうラスト3パック目かな。3パック目いきます。これでもう一度その感じになったら俺は大変なことになるよ。ここでまさかのかティボルトが、はい、ティボルト出てくる。マジか。ここでさあ何が出るかな、何が出るかな。頼むから色合ってくれよな。ゲロ吐くほど色合わねえの出てきた。もう確実にこれしか、これを引くしかないんですが。おピックがほぼこれ。うわこれゲロ。ゲロいなマジで。これいやこっちに混ぜるからいい。あそういうことか。あれ俺これ何枚あったっけかな。いいわよ取っても。よかったね。厳しい気がするな。超強い。厳しい気がするけど。超強い。俺も出たら。多分勝てる。俺も今超強いの聞いてんだけど。流したくないけど。流したくない。俺も流したくはないんだけど、とりあえずこっち取るしかないべ。トリプルシンボルとかじゃない。誰これ。マジか。レアですかそれ。マジか。それちょっと難しいんですよね。それどうしようか。そうなんだよね。ちょっと強いんですけどね。マジかこれ。色はけないとちょっと俺は。というわけでこれをピックしましょう。やりましたね。いやもうヒントはいっぱいある。うん。いや。わあ強いわ。このパック超強いな、なんかわけわかんねえな。うわ何とっても。それ多分俺引いたやつだね。多分。ん？二個目か。ああ超強いっすね。俺なんかコンパクトもいいレア引いたね今回。レア入ってたかなこれ。これにしとこう。ゲロゲロ。全部クリーチャーで欲しいのいっぱいあるんだけどどうしようこれ。
あ、こんなのいたんだ。前僕いたのできた。これはすげえ失敗だった。職業交代というので。てか今考えたら俺これ全部使うわけにいかないんだからさ。こっち行っとくか。で今日は行ったら半熟卵を取ってみると半熟卵が出るから。伝票にも。見えないんですか。半日卵。半日？半日。ハーフデイ。マジで。うわこれと。これも良かった。いろいろあるんだけど。どうしようかな。ここはシンプルにこれだろう。うまい棒スリーブ。真ん中あたりにいる。うん。大丈夫。最初に探したから。こするとうまい棒の香りがするスリーブ。おお。なんか昔に取りすぎたって。するとセロガンの匂いがする。スリーブ。学んで打つんじゃない。あ、微信か。よかった。確か微信を2マナで打つんじゃなかったかなと記憶してるんだけど、微信だったらいいです。確か。意味がわからない。一周した。こっちだった。五色じゃないと勝手に落とせんだけどね。この色人気なさすぎだろこれ。大変ですよ。ひどいななんか。何をここまで来たらこっちだな。長野では人気の貴重なタンパク源。蜂の子これ刺さって時々死人が出るんですよって頭蓋骨当たってるやは悪くないんだよね。中間でそんな一突き抜けてトップっていうのを見てないから誰かが最初の突き抜けでお前言ったな、違ったら怒るからな。これしかないんじゃない？ちょっと失敗しちゃったな、ピック。ちょっとだ。そっか。理由で増やせばいいんだ。理由で増やせばいいんだね。確か。ビニューとりあえずこれだね。沼さん大好きだかな。ここに邪魔したね、はい、殺される絶対ね。いやあやっぱこれか。読みますよねこれ。読みますよね。確かに大丈夫。はい、残り土地でこういう感じのデッキになりましたと。まあ頑張ってみましょう。すげえなこれ。今日のこれは写真収めるべきだよね。この辺がもうなんていうかおかしいよっていう感じの、ね、どう考えたっておかしいでしょっていう10枚とかで、でまあこの辺り2箱からこれ、そう、それ2週間目まで景品があるっていう。で、あとは、あとはまあ、うぞうむぞうと。うぞうむぞう。まあ、それなりに、それなりにうぞうむぞう。まあ、佐々木さんはここ行ってくれると思うんで、そうだね、2箱混ぜたとはいえ、2箱混ぜたとはいえ、ここなんだよ、これっていう感じの。まあ、あとギルラン4種。ね、すごい。ですかね。というわけで、トップだ、あれ。ちょいと制。俺も取りたいなこれは。ちなみにこの動画をアップしている人は、これを1パック目2パック目に引いたにもかかわらず、なんと1勝しかしていないという状況でございますと。ちょっと何してんの。仕方でえよ、ラスでいっぱい流したもん。はい、ちょっとありえないでしょっていう。素晴ら
レベルの事故ってるし、まあ、総評としてこのパック名なんだっけ、ラブ2回の回帰、リターントゥーラブニカ、バックトゥーザラブニカ、リターン、どっち、リターン、リターントゥーラブニカ、リターントゥーラブニカはまあ5色5色なんでしょう、あの当たりの多い箱だよという認識でいいのかな。いや、まあ前回はいいんじゃない、今回箱買ってもそんな損はしねえぞという、大丈夫だよ、その人の引きだからどっちにしたって確かに出たばっかは何でも狙ったばいからな、まあこれ難しいな、これ何飛んだこれ迷う、目移りしちゃうよ、迷うどうかでいいじゃない、いやけど取ったところで使い道ないですよこれ、これ7名でやっているから上のゾーンが7枚あるってことはどれかしら1枚大体絶対何かは得られる、2段目の A から3枚ぐらいまではいいやつだから大丈夫です、じゃあ俺ここ行きます、じゃあ俺もスルーしですよね、ですよね、使い道を考えるとそうなりますよね、俺ここだ よ、エンジェルとこれだったらこっち取るよ、一応は4番目が3手以降はもう静電、そしてこれ俺使わない、よいしょ、次で4ちゃんが、うん、じゃあ先おの一番高いやつ、ラスカ沼さんいる、デジャガ天使だよね、そっちかだけど高いやつ、デジャパ天使じゃない、戦後ぐらいでいる、高いやつこれじゃない、それはあの多分どれか1枚でしたら3枚ぐらいでいると思うから、いやいやいや、で次が15ですよ、次が俺、俺かい、次は誰、俺かい、じゃあ俺の分も高いやつ取っといてでいいんでしょ、ああじゃあ同じくデジャパ取られるんですか、まあまあ、じゃエンジェルか、エンジェル、デジャ、エンジェルかデジャか、で次残ると思ったのに、ランドが消えると思っていたのに、先生で、まあ、で俺、で俺、で俺だとこの中だと白身とギルランだね、ギルランの中でも俺と評価として低めな感じのジョキコ好きだね、赤青、赤青好きだね、てかお前ジョキコあるんじゃないのって気がするんだけど、一周、うん、周じゃない、一周して、まあ、このありさまですよね、じゃあ俺ラスしきしょうこれが来るんだったらエンジェルでもよかったな持ってくの、じゃあ満を持して来た、余裕ですよ2周目、俺間違ったんじゃないかな本気で、俺このなドラフトブラスカは、いやでも 俺はイコール佐々木の残ってる中で高いやつと、どれももうダメなんじゃないか、黒いのじゃん、いや黒いのがどこでしょう、こっちかな、こっちでしょうか、こちら黒いのなんだっけ、これ重いです。飛んでます。倍になります。でも俺来てんのか。てか全員にこうプラス1がいっぱい乗ってくんだっけ。この流れか。プラスにはなってるけど、なんとなくこう、うん。まあみんな取らないサイロカードを僕は的に、ね、うん。そこはちょっと。そうそうそう。使う、使うものを持っていかないと。ザーイズと取られた、はい、まあ、あとはじゃあうぞうむぞうって感じなんですかねこれね、はい、じゃあとりあえず動画の収録はここで終了します、また何か次の動画でお会いしましょう、皆さん何か言い残すことないですか、大丈夫ですか、汚い会話が全部取られますまあまあまあそこはもしかしたら収録でカットされるかもしれないし、赤はオワコンですよ、これもはい、というわけで、以上始まってすらいないけどいい大人たちが、それ下の環境でやると鬼みたいなこうカードはこれ動画サイトなんだろういい大人たちが深夜のカードゲームカードショップでワイワイやる動画でございました、ありがとうございました。